では部屋練習やっていきます。まず最初に三つ編みを作っていきます。耳後ろに向かってちょっと斜めに取ります。で、襟足も2センチ分ぐらい残してから取ります。っていう風に取るとだいたいひし形になるように取ります。はい、こんな感じですね。これで一度この上の部分で三つ編みを作っていきます。で、この三つ編みのポイントが、取るスライスが斜めに取って、斜めに取ってまた下にこう斜めに取ります。上の3分の1と今の3分の2を斜めにまた半分にします。で、この3つで三つ編みをしていきます。これもまた土台になるので、ちょっとぎゅーっとしっかりめに入れます。はい。ここぐらいまでできたら、一度ゴムで留めます。はい。これができたら、次。逆リンパをしていきます。顔周りのくれ毛を少し残して、この三つ編みの上に逆リンパをしていきます。上で一度ゴムで留めます。しっかりこの時も手ぐしを通して、さっき作ったこの三つ編みの地肌が見えないようにカバーしてあげるように留めます。はい、これでゴムを留めれたら、これを逆リンパします。クリンパをしてギュッと締めます。そうするとここのくびれがしっかり出てくれるので、ギュッと締めます。で、これができたら今2本毛束があるので、これをロープ編みで今日はアレンジをしていきます。2本を片方まずねじります。左側をねじって、左側を上に乗せます。左側に来たらねじって、上に乗せます。これ、だいたい長い方だったらもうずっと繰り返していいんですけど、ちょっと毛先を余らしたいので、このぐらいで止めておきます。細かい毛が出てきても後でほぐしたりするので、それは OK です。こんな感じです。ここまでできたら、あと全体ほぐしていきます。まず最初に、三つ編みの上の部分ですね。くるりんぱしちゃうとどうしてもここが出てきちゃうので、ここのしっかりボリュームを出していきます。で、三つ編みにしてあげてることで、より縦に立体的にほぐしができて、あと崩れづらいので、絶壁がすごく気になる方とか、どうしてもペタンってなる方は、こういう風に三つ編みをしてからやってあげると、よりキープされたほぐしができます。しっかり縦に引っ張ってあげます。はい、ですね。
次この逆リンパの部分をやっていきます。ここのしっかり締まってる部分があるので、そこを少しほぐしていきます。少しだけ耳上も出します。で、襟足にかけてなるべく細い線でちょっと長く出してあげます。だいたい3箇所4箇所ぐらいがいいかなと思います。こんな感じですね。で、逆側も耳上とこの襟足細く長く取ってあげてください。はい、でここまでできたら最後このロープ編みの部分をまたほぐしていきます。ちょっとこのウィッグもレイヤーが入ってるので毛先がバサバサって出てくるんですけど、それはそれで OK なので一気にほぐしていきます。はい、こんな感じです。で、ほぐし終わったら最後毛先を少しカールをつけて完成になります。毛先はだいたい5センチとか6センチぐらい残してあげて、まあ、ワンカールつけてあげるぐらいが一番可愛いかなと思います。はい、これで今日のアレンジの完成になります。今日はトップに一度三つ編みを作って、でサイドから逆リンパの毛束を残して、三つ編みの表面に逆リンパをして最後ロープ編みをしたアレンジになってます。やっぱ逆リンパをすることでこの襟足がすごくすっきり見えてメリハリがつくアレンジになってます。まあ、クルリンパでもつくんですけど、やっぱ全然違う質感になるので、このメリハリをしっかりつけながらこの逆リンパの可愛さをしっかり出してあげると、またこれからアレンジがすごく楽しめると思うので、皆さんもこのアレンジぜひマスターしていただいて、いろいろヘアアレンジを楽しんでみてください。